マヌー・ベネットはニュージーランドの俳優。1993年オーストラリアのドラマパラダイス・ビーチでデビュー。父親はニュージーランド人歌手、母親はオーストラリア人モデル。生後間もなくオーストラリアに移りシドニーやニューキャッスルで育つ。学生時代はニューサウスウェールズ男子学生ラグビー同盟チームに所属しており、またバレエ、ピアノの経験もある。 1993年にソープオペラでテレビデビュー。2000年、小柳ルミ子主演の映画、ともこ最も危険な女に出演。2010年、アメリカのテレビドラマ、スパルタカスのクリクスス役を演じる。2012年、ピーター・ジャクソン監督の映画、ホビットで、ドワーフの王通リン・オーケンシールドの宿敵、アゾクを演じる。また、ザ・ CW のテレビシリーズ、アロー、アローで、 スレード・ウィルソンを演じる。2013年現在、妻カリンとの間に3人の娘がいる。2015年9月13日、テキサス州のホテルで29歳の男性と揉めたことが原因でホテルから通報を受け、暴行罪で逮捕される。同日保釈金1600ドルを支払い釈放された。ありがとうございます。